皆様、こんばんは。2021年1月の11日、えー、1が4つ続きまして、ワン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 の、えー、ボギーチャンネル。私、サイのボギーテトコンでございます。まあ、1月11日、ワンワンワンの日ということでございまして、いやー、本当に手間がかかりますね。はい。まあ、 何かと粗相するもんですが、その片付け役として、私、毎日のように、はい、片付けてますよ。何をね。まあ、そんなことも知らずにね、まあ、大喜びしてるナビーちゃんでございますが、また、一回り大きくなりまして。いや、本当に、このまんまだと、そうですね、8ヶ月、9ヶ月ぐらいでもう、 10キロぐらいになるんじゃないかなと思っております。もうすでに結構大きな大きさになっておりまして、まあ現在で7キロということでございます。さて、えー、本日最初の画面。さあ、これは何だと思いますかはい。これは何だというかと言いますと、えー、2月に迫りました浦添市長選挙。その浦添市長選挙に出馬予定の共産党の市議、 はい、共産党の市議がインスタに載っけてる写真でございます。ね。あの、未来に残したい裏添いの海なんて書いてますけど、結局この人たち、まあ革新の人たちっていうのはいつもね、こういったワンイッシュ、海を守りたいとか自然を守りたいというワンイッシュで攻めてくるんですが、それ以外のことは全く何も考えていないということでございました。 でまあ、そうう市民の生活をどう向上させるか,とかはい。福祉をどのように充実させていくかとか、そういったことは全く訴えようとはせずに、全、ま、く軍港反対、このワンイシューで攻めてきます。そんな中で、今回、この写真を公開した中でね、私がこれはちょっとなぁと思ったのは、 はい。子供の、ね、子供を使ってるところでございまして、この中で私がとってもやっぱり嫌な気持ちになったのは、ね、この上り旗を持って、まあこれ多分外だと思います。あの、後ろに空が映ってますんで、室内とか、事務所の中ではなくて、外。外でね、こうして、まあ、公の場所で、 えー、旗を立てて何かやってるところなんですけど、真ん中に子供を置いてるっていうところが非常にいやらしいんですけど、周囲の大人たちは全員マスクをしていながら、子供にはマスクをさせていない。はい。もうこれで私アウトだと思っております。子供だから、ね、チャイナウイルスにかからないのかというと、そうではないですよね。 子供だろうが大人だろうが、やはり、そういったウイルスにね、あの、感染してしまえば、やはり罹患するわけなんですよ。まあそういった中で、えマスクをしましょうというふうに推奨されてる昨今、自分たち、大人たちはこのようにマスクをしていながら、子供はね、多分子供ということを強調したいがためにマスクさせなかったんじゃないかと思うんですけど、 こんな人たちに、ね、自分たちを有利にね、見せようとするために、子供にね、こういったマスクもさせずに、政治利用するような人たちって、どうなんでしょうか。まあ私はこの写真を見たときに本当にね、嘆かわしい。はい、嘆かわしいです。はい、コシさんが子供に選挙運動をさせたら、公選法違反ではと、それ以前に、 事前運動になるけどっていうことなんですけどあのまあね名前書いていないんでそこのところをやっぱり詳しく調べてあると思いますはいもう今はね校舎者の名前とかではなくてとにかくこのグラスの海の埋め立てをとにかくやめさせようとそれとピックの色をねあのリンクさせて まあ自分たちが女性候補ですよっていう、いわゆる女性という性をね、一つの武器にしようとしているというふうに私は見ていますが、まあその事前運動とも言えるようなこういった活動に、まあど真ん中に子供を置くこと、そしてその周囲の大人全員がマスクをしているのに子供にマスクをさせていないこと、これね、 もう倫理的にどうかなと私思いますよ。本当にこんなのにね利用される子供ってちょっとねかわいそうなんですけどまあ逆に利用する大人が本当にね情けないというかみっともないというかね、チェンジね、うらそういうなんて書いてますけどチェンジすべきはこの人たちの思考回路、順法精神ではないのかというふうにね私はあの思って おります皆さんはこの写真を見てどう思いますかね私はちょっと理解ができません。さて今日はこのお話。我らが孫子はい。玉城デニー知事のコロナ対応ランキングということでなんとねこの玉城デニー知事がコロナ対応ランキング。 その中で、素晴らしい、ねはい、位置を占めたということを皆様にお見せしたいと思いますけど、いや本当にこれって大丈夫なのかな、これ、女性自身さんがどんなして調べたかわからないんですけど、ね、このコロナの対策にね、あのどのぐらい頑張ってるかという、各都道府県の知事、はい、知事ですよ。 その中でワーストランキングということでございまして、いやーすごいですね。その中で堂々とトップをね、もぎ取ったのは、我らが沖縄県の玉木デニー知事ということでございまして、給料まで書かれてますね。毎月123万円。そうですね、パートのね、えー、労働者の方の 一年分の給料を、はい、一月で稼いでいるという玉木デニー知事。いやー、そんなね、給料取ってるから仕事頑張ってるかななんて思ったりもするんですけど、なぜか、ワーストランキングということで。はい、こしさんどうもありがとうございます。玉木デニー知事、1位おめでとうございますということで。いやーね、やっぱり、 歌って踊ってて踊半吉のことならもう迅速に動くしね行動も早いのになぜかこういった大事なとこについては非常に腰が重いというか動きも悪いそしてね先日はなんと、えー、県がねひた隠しにしてきたいわゆるクラスターの件数を記者会見の場でポロッと喋って てててててしまっっ県の、ね、当局者がもう慌てて今弁明に走り回ってるといういやあ、本当に有能ですね。この方。うん、有能だと思いますよ。こういった面ではね。はい。何が有のか。まあ、何もしないっていうことにかけては、もう右に出る方はいないんじゃないですか。ね。 はい、今、ラプテンさん書いてますけど、まあ、玉城デニー知事の名言ですよね。沖縄だからこそできる自宅療養っていう素晴らしい名言がありましたよね。沖縄だからできる。ね、沖縄だからこそできる自宅療養。いやー、私これ本当にもうお茶拭きましたけどね。どんなもんなんですかね。沖縄だからこそできる自宅療養。まあそんな感じで、 実際にチャイナウイルスに対する、えー、きちんとした対応っていうのも六0ぱできない,、はい。それから尖閣諸島に侵入する中共の船に対しての、はい、対応っていうのも全くできない。彼がとにかく一生懸命なのは自分の支持層であるオール沖縄、もしくはね、平和団体、革新政党の支持者、 立ち、反基地運動家の関心を引き止めるための、いわゆる基地反対、オスプレイ反対、反米、反政府活動ということでございまして、まあ、県民のね、ために何かしようっていうことよりはもう自分の、いわゆる票をね、維持するためのことしかやらない知事、まあ、このような形でワーストとね、 はい。そしりを受けても私は仕方がないと思いますが、まあトップが沖縄と東京。まあ東京もね、私は思うんですけど、なんであのね、小池さんっていう方、横文字使いたがるんですかね。横文字。まあ横文字使うっていうことは、あの、やってることに中身がないから、言葉でごまかしてるんだっていうふうに私は見ているんですよ。 ねやってることにね効果がありえ自信があってやってることであれば何も日本語で発信すればいいだけのことなのにそれをわざわざ横文字を対応する、ね、横文字を対応していかにもねなんかいいことをやってるんだぞっていううなそういったアピールをしてると思いますがこの方もねこの「 今回のチャイナウイルスについて何かしてるかって言ったら何にもしていないどころか自分がね何もしない無能を結局国の方に丸投げをし緊急事態宣言ということでね国がっていうことにやっていますけどねそうですねネムッチーさん意識高い系と言うんですかねはい いやあ、しかし本当にね、反吉無罪、反戦平和、免罪符。とにかく反吉さえしておけば、ね、すべてが丸く収まると思ったのが今までであって、しかし今回のチャイナウイルスについては、さすがに何もしないわけにはいかない。まあ、何かとね、ごてごてで対応していますけど、それもやはり、えー、あちらこちら抜け穴だらけでございまして、まあ、県民の不満は高まるばかり。 近いうちにね、近いうちに、政府がって言い始めますよ。近いうちにね、はい、自分たちが何もできないから、政府が何もね、やってくれないからだと言って、政府に多分責任転嫁するんじゃないかというふうに、私は思ってますけど、はい、いや、間違いなくそうすると思います。困った時には常に政府がでございます。 以前は安倍側今度は菅側になるんですかね。まあそうなりますとこの辺からねわめいてる活動家の連中と何にもレベル的には変わらない。ね、行政のトップであればやはり県独自でね何らかの対策ってのをきちんと立ててそれを自らやはりね広報としてねどんどん発信しても良いのではないですかね。 まあ、トランプ大統領のツイッターなどがねもう削除、はい、されてますけどこの知事の、ね、ツイッターなんか見ても中身が全くないですからね本当に河野大臣の、ね、ツイッターでも見て、えー、爪の赤でも煎じで飲めやいいのにと思いますが、まあ、党の本人多分「いらんことは何も書くなと」と副知事あたりに 釘を刺されてるんだと思いますこの人が思いつきでねピッコーンとやって口から出した時には必ず何だかのトラブルになっちゃうということでございましてねはい何かやるとトラブルの元になっちゃうだからあのとにかく沖縄の方言で言えばわばぐとはするなとわばぐとはするなえー、標準語へ直せば余計なことはするな余計なことは言うな 「黙っておれ」というふうに、えー、神の声ならぬ副知事あたりにきつくお叱りを受けてですね「お前はみこしなんだからみこしとしてねはいみこしとしておとなしくしておれ」というふうに言われて、えー、そういった TwitterFacebook での発言というのもね、えー、事実上、まあ、封印をしてるのではないか なないかなというふうに思ってますがならばますますこの方がやはり能力がない無能な方であるということがねあらわになっているのではないでしょうか。はいまあこういったとんでもない知事がいる中で沖縄はね隣の中共という国に狙われておりまして本当に毎日のようにちょっかいをかけられそれなのに、えー、その いいをかけられててる県のトップとししね具体的なな活動もしない本当にこれでよろしいんですかねはい、カルガモさんがピッコーンは緑のおばさんの特技ですと。でもこのピッコーンはね、他にもいっぱいいますよね。元祖ピッコーンはあのハトポッポさんでございまして、あの人はもう本当に元祖ピッコーンですね。 で、もう一方、有名なピッコーンは、小泉ジュニアじゃないですかね。小泉慎二郎さんも結構ピッコーンひらめいたと。周囲はまた余計なことというふうに思ってしまいますけど。はい、それから緑のおばさんのピッコーン。玉木デニーさんのピッコーンは、どちらかというと、自爆のピッコーンでは ないですかねもうみんなが聞いてなるほどと思うようなそんなねインスピレーションではなくね言っちゃいけないことをついついピッコーンと言ってしまうというね本当に投げかわしいピッコーンでございましてまあ彼をねコントロールしている副知事や知事部局の、ね、方々にとりましては やはりみこしは軽いに越したことはないんだがやはり口が軽いのはちょっといかがなもんかなとちょっとねやっぱり心配になってるのではないでしょうかね。はい。じゃあ次にあの沖縄に全く無関係ではない話をね今日はちょっとしたしていただこうかなと思っておりますけどはい、えー、実はね産経新聞これ。 アメリカが台湾との接触制限を撤廃したということが、まあ、ニュースになっておりまして、まあ、台湾外交部は、まあ、歓迎と感謝ということを、ねまあ、示しているということでございます。まあ、今月の20日までと言われていますトランプ政権、その、ね、残されたわずかな時間をまるで、ね、慈しむかのようにあの効果的な えー、アクションどん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 移しているんですよね。まあそういった中で、この台湾との接触制限を撤廃したっていうのは、これ大きな、まあ、ニュースというか、東アジア情勢にとっては、これはね、とんでもないあの動きにつながってくるんじゃないかというふうにね、思っております。まあそういった中で、まあこれ NHK さんもね、同じようにニュースで流しているんですけれど、 はい。アメリカ、台湾との接触、中国に配慮した自主的制限撤廃ということでございまして、これ1月10日、昨日のね、NHK ニュースさんで流れていた内容なんですが、この中で結構中共にとりました刺激的な、やはり言葉がね、あのー、見ることがやっぱりできるんですよね。まあ、その中で注目されているのが、この、ポンペイオ国務長官、 なんですけどね、まあ、この今回の、えー、自主的な、まあ、制限を撤廃するっていうことを発表したのはこのポンペイオ国務長官なんですけど、まあ、このね、えー、狙いというのが、まあ、NHK さんは、えー、バイデン次期政権に中国への強硬路線を維持させたい狙いがあるなんて言ってるんですけど結果的に、えー、これ政権が変わってしまって そういった制限の撤廃を改めてまたね、制限するということになっちゃう可能性もあるんですよね。まあそういった中で、まあ任期中に行われると思うね、動きもやっぱりいろいろ出てくると思いますが、このポンペイオ国務長官、ズバリと言っていますよね。はい。アメリカは、えー 中国共産党政権をなだめることを狙いこの制限を実施してきたがもう終わりだと。はい。アメリカ政府は中国の共産党政権をなだめることを狙いこの制限を実施してきたがもう終わりだと。もうトランプ政権は中国をなだめることはもうやらない。 これほどのね強硬姿勢はないとね私思っております。まあ、実はね、この6日頃からあの普天間基地などでは非常にね、このオスプレイが結構遅くまで飛んでいたりして非常に基地そのものが、まあ、騒がしくなっているんですが、まあ、いわゆる在沖、まあ、在日米軍そのもののあの何、ー、らかのやっぱりレベルが上がってるような 気が私すするんですよね、まあ、これ私が思うには、えー、今のまま、まあ、大きな動きがないまま、えー、トランプ政権が、えー、退陣し、えー、バイデンになった時に、そう間髪入れずに、中共は台湾に侵攻する可能性があると。 いうふうに私は見ています。まあトランプ政権であれば、中共がそういった動きに出れば間違いなく軍事行動に移しますが、まあ政権をね、異常されたばっかりのバイデンになった場合、やはり対応に遅れが出ると。それをね、見越して短期決戦でね、私は中共がこの台湾を一気に攻め落とす動きに出ると、 私は見てい。るんですよ、ねはい、まあこの台湾をね、あの、共産中国に統一することは、まあ、中国共産党にとりましてはもう長年の夢でありまして、その千歳一遇のチャンスが今やってきた。トランプ政権の時にやったらね、下手するとアメリカだけじゃなくて、ロシアとか世界中からね、 もう本当に包囲される可能性があったんですが、これがバイデンになった場合、ある程度、やっぱり、おめこぼしをしてくれるのではと。いや、もしかすると、バイデンについては、中共そのものが何らかの秘密を握っていてですね、まあ、息子さんのこともありますけど、 中共に対しては強く出れないことを確信した上で強硬な姿勢に出る。もうすでに香港は赤のね、あの中共に飲み込まれてしまいました。残るはもう台湾だけなんですよね。で、台湾が飲み込まれたら次は尖閣諸島、そして沖縄と来るというね私は見ています。そういった中でアメリカは ね、こういった忖度はしませんと言うだけじゃなくてまたまたね中共のほっぺんをねひっぱたくようなことをねやり始めております。これ AFP のニュース、えー「アメリカの国連大使台湾訪問すれば重い大将中国は警告」ということで結構結構なんか刺激的な。 ニュースなんですけど、まあこれ中身ちょっと見てみると、あのこういう風に書いてあるんですよね。はい中国政府は7日米国務省の発表通りにケリークラフト、国連大使の台湾訪問が実現すれば、アメリカは重い。代償を支払うことになるだろうと。とはい、アメリカは重い代償。 払ううことととになるだろうと強く警告をしたということでございいますいやあ、これってね、アメリカ、もう本当にね、トランプさんの、まあ、正式な任期はもうあと10日ぐらいしかないんですが、その間にケリー・クラフト国連大使がね、台湾を訪問する。はい。そうしたときに、中共はもうね、あの、黙っていないというんですかね。 はい。いやー、しかしね、今、ネムチーさん面白いこと書いてますよ。はい。トラさん。はい、トラさん。台湾に進出すんなよ。やったらすぐボコるぞと。バイデンさん。台湾に進出しないでね。やったら殴るかどうか考えなきゃいけないからと。全くその通りでございまして。ね。 トランプ政権はもう中共が台湾に進出した時にはもうすぐ動くと思います。ところがバイデンさんの場合はすぐ動くのではなく動くか動かざるか動くとしたらどう動くかを検討することを始める。はい。始める。そうですね。その始めることを検討するかもしれないですよ。 中共に対する対応策をどう考えるか、そういった検討会を開くことを検討すると。<laughs> その間にあっという間にね、はい、台湾中共にやられてしまうと思いますよ。はい。ですからこれね、あの、重い代償っていうのは、これではないかなというふうに私思っているん ですよね。はい。まあ、日本は相変わらずヘタレでございまして、まあ、最大の同盟国がこのような動きに出ているのにもかかわらず、台湾に対してのアクションについては、日本政府はだんまりしているんですよね。はい。今、ラインバッカーさん書いてますけど、情報ウイルステロ等も戦争が始まってる。私自身、このね、チャイナウイルスそのものが、 私はこれね、私は別に陰謀論者じゃないんだけど、まあ、状況的に考えて、まあ、トラさんにね、経済戦争を仕掛けられて崖っぷちまで追い込まれて、あと一つのけぞったら谷底に落ちそうになってる中共が、ね、ここまで息を吹き返したどころか、崖からね、突き落とそうとしていたトラさんが、このね、チャイナウイルスに罹患し、足元が揺らいでる。 まあこういったアメリカの状況を誰が一番喜んでるかっていうのを考えるとやっぱり見えてくるのはあるんですがただ最近ね、希望的観測特に保守系の方々の間で誰々が逮捕されたとかどこどこで停電が起きるとかどこどこでネットが完全に遮断されるとかあの、軍が立つとかまあそういったことをね まことしやかに支えてる人たちがいまして、まあ、それを信じる信じないでまた論争になったりお互いを誹謗中傷したり、まあ、そういったふうな動きが出てきてることを私は非常に危惧しております、まあ、隣国のことです我々がどう騒いだって対局に影響ないわけなんですからねもっと冷静にあの事実だけを見極めるようなそういったねあの本当に蛇のような目で あの、現状はやっぱり見ていかないといけないかなというふうに思っております。誰の言ってることが合ってるとか、誰の言ってることが正しいとか、そんなもんでね、はい、マウントを取り合うのではなく、トランプ政権が継続しようが、バイデンになろうが、日本の国益にね、つながる、 まあ、おのののそういったプラン、グランドデザインをやっぱりね、考えて、それを常に発信をしていくっていうことが大切なことではないでしょうかね。はい、ということで、えー、本日は、はい、しょっぱなから、あのー、と、子供をね、利用するろくでもないコンペイトーの話をしてしまいましたが、まあ、いかがだったでしょうかね。まあ、今日はチャンネル桜もね、えー、水曜チュラチュラ作戦さんが ゲストで参加しまして思いっきりに賑やかに楽しくやったんですけどね。はい。また皆さんが沖縄に来た時に収録の日にもし都合があればぜひゲストとして参加していただきたいなというふうに思っております。ということで本日の放送、これにて終了させていただきます。明日も同じ21時、21時から放送させていただきます。明日からまた仕事が始まりますが、 えー、皆さんぜひね、今流行っているチャイナウイルスにはもう十分気をつけてですね、まあ、健康管理バッチリでいきたいなと思っております。では皆さんまた明日お会いしたいと思います。ありがとうございました。